では2015 KO 杯2歳ステークスを見ていただきます。まずは出走を予定している有力馬から紹介させていただきます。シャドーアプローチ、ボールライトニング、モーゼス、オデュッセウス、以上の馬が登録を、出走を予定しています。今回のメンバーを見ていただくとかなりフレッシュな、やはり新馬を勝った馬などが中心となりますけれども、いかがでしょうか。はい、非常にベテラン戦も多いですし、まあ、難解なレースになりますね。そうですね、まあ、距離としては今回の KO 杯1400ということで、主に1400を勝っている馬がこう中心ということにはなりますので、距離の心配もなさそうですけれどもね。まあ、戦にの適性のある馬ですとか、またマイル以上の適性がある馬ですとか、非常にこう混在している中で、まあ、中途半端な 1400m ということですから、やはりそこのこう本来の適性というところをやはり見ていく必要があると思いますね。特にこのマイル以上というよりはですね、どちらかと言いますと、そのスピードのスピードを持った馬がですね、非常にこの KO 杯2歳ステークスに関しては高速傾向にありますので、まあ、使われているレースだけではなく、やはりそもそもの適性がどういったところにあるのかという見極めが非常に大事になると思いますね。そうですね。となりますと、今回のそのコース、東京芝 1400m の特徴となりますが、コースは向こう上面直線の真ん中から、付近からですねスタートします。そして直線は 526m ということで、やはりこれは2歳馬にとってはかなり厳しいのではないでしょうか。はい、まあ、この先ですね、まあ、どこを目指しているかということになったときに、非常にこの、まあ、先々どのレースという決めつけではない中で、やはり各馬出てきている馬が多いと思いますので、はい、やはりこうスローペースにどうしてもこう落ち着くのかなと、適正距離というのをこう見極めるためにこう出している感がやはり強いですから、まあ、オープン以上、5倍以上の東京の芝 1400m のレースに比べると、わりかしそのスローで流れて後継ラップになって、前の馬が残りやすいという強な傾向にはなりやすいですよね。なるほど、そういうことで、やはり、まあ、最終的には上がり勝負ということで、瞬発力も必要になってくるというわけですね。まあ、瞬発力も後方にいて早い上がりを出した馬は軒並み届いていませんので、やはり前につけられてある程度の上がりという解釈でいいと思いますね。なるほど、そうすると、やはりこの2歳馬ですけれども、ローテーションとしましては、この2005年からの過去10年間としまして、勝ち馬10頭の中、8頭はですね、前走重賞か、もしくはオープン特別に出走して していた馬ということになります。これはやはりオープンの経験値というのが、こうやはり優位に立ってくるんでしょうか。まあ、オープンのレースもそんなに多くない中で、まあ、重賞もね、そんなに多くない中で、はい、結局この1004というこの中途半端なレース、まあ、ここに向けて出てくる馬が、先ほど話しましたけれども、1002から1006、1008ぐらいの非常にこう幅としては広いエリアの中からこの1004目がけて出てきていますので、はい、まあ、適正の見極めという意味では、非常にこのオープンもしくは重賞等の出走ですね、はい、そういったところから見極めるために別路線が集まりやすいレース、まあ、そういうことで、まあ、荒れ気味にあるのかなと思いますね。比較的こう、まあ、去年だけではなく、こう荒れるレースではありますよね。そうですね、昨年はこれもう完全な人気数、11番人気セカンドテーブル、これブービー人気で1着ということで、すごい荒れた感じでしたからね。まあ、1002を使って距離延長ということで、まあ、そこら辺がこう嫌われて人気を落としていたと思うんですけども、はいはい、まあ、そういったことからね、先ほど言ったようなどの適正かという判断が大事だということにつながってくると思うんですね。そうですね。そして先ほどのお話でもありましたけれども、先行有利ということでですね、これも過去10年間の馬券圏内に入った30頭のうち25頭が、前走は4コーナーでも5番手以内にいた馬ということで、やはり先行力も必要になってくるというのが、これしっかり分かってくるわけですよね。うん、まあ、先行力っていうことよりも、やはりそのペースっていうところだと思いますね。まあ、本番といいますか、G1 等ではやはりこう前面が早くなってと、次というよりは本番のためにということで、まあ、全部力を出し切ろうというような基準になると思うんですが、はい、まあ、やはりこの KO 杯2歳ステークスがトライアルというよりはですね、トライアルよりも、まあ、位置づけとしては低いといいますか、見極めということで出てきている位置づけとして与えられている、まあ、レースになりますので、どうしてもそのトライアル以上に様子を伺うレースになりますので、
まあ、そういったことでね、あの先行馬が残っているということだと思います。なるほど。確かに、まあ、昨年から阪神にですね、朝日杯も移ってしまったということで、なかなかトライアルとしての G2 というイメージがこうかなり薄れてきた感じですからね。はい、まあ、行動してる馬を見ましてもですね、まあ、本番につながっているようなことっていうのはほとんどないですし、今話出ましたようにですね、朝日杯も阪神に移ったということで、より本番というようなことを見据えないような馬たちが出てきていると思います。そこに注目したいですね。そうですね。そしてやはり面白いデータとしましては、この2015年から過去5年間で、馬券圏内に入った15頭中12頭が1桁馬番ということで、これはやはり内枠有利という判断でよろしいんでしょうか。まあ、内枠有利といいますか、今の話と当然つながってきますので、スローペースということで、まあ、各馬様子を見ながらというレースになれば、当然馬群は密集する形の方が、可能性としては高くなりますので、まあ、ペースが遅ければ遅いほどですね、前の馬が止まらなければ馬群の間をさばくこともできず、当然前の馬が、なかなか止まらないような状況を、まあ、見ていた中では外を回すというような、団子状態であればですね、そういった競馬になりますから、そうなれば当然外目に入った枠の馬っていうのは、内をつくよりは外を回す可能性は極めて高くなりますので、そういったことからね、内枠の馬がそのまま来やすいというような解釈でいいと思います。なるほど。となりますと、やはりこれは最終的に出走馬と枠順が決まってから最終的に判断をしていただけるということでよろしいでしょうか。まあ、そうですね、枠はやはり非常に大事だと思います。まあ、ただ中層馬はね、見渡した中でペースっていうところはもうある程度目星はついていますので、まあ、一周前注目馬としましては、成功して非常にこう粘り強いこの馬を推奨したいと思います。でそんなにこう人気にはならないと思いますので、本番でも重い印を考えている一頭ですので、ぜひ注目してほしいと思います。いつものように無料メルマガの方で、一周前注目馬配信いたしますので、まだの方は、ぜひ登録してもらえればと思います。この YouTube の動画説明文の中に、メルマガの、登録リンクが貼ってありますので、そちらから登録してもらえればと思います。またですね、有料重賞メルマガの方ですね、こちらの方また今月、11月は非常に重賞のレースの数が多いですから、残り13レースこの時点で申し込んでいただければまだまだありますので、まあ、1レース300円ちょっとということで、非常にこのね、11月格安になっておりますので、ぜひこちらの方で最終決断、最終の買い目の方を提供させていただいておりますので、ぜひレジマルさんの方から、こちらも説明文の方から入っていただければ確認できますので、ぜひご覧ください。それでは2015京王杯2歳ステークスを見ていただきました。失礼いたします。